崎チャンネル。じゃん。こんにちは。さあ、今日はですね、はい、もう今、誰も何も知りません。うん、そうだ、何喋るか何も聞いてない。あ、これで行こうって俺が勝手に言っただけだから。はい。でも今、ピッて言って始まったんで、こんにちはって、なんかもう、無意識に言ってました、今。だってあれでしょ、若村さん、はい。よく言われるでしょ。あの、YouTube 台本あるんでしょって。あ、言われます。あるわけないですよね、何もないから。今もう、無意識に、なんか、ちょっとこう、なんか、あ、LINE 来てるなーと思って、こうやってやって、あ、よし、決めた。こんにちはって出るからもう無視の時にこんにちはって出ましたよ。台本なんかそんな面倒くさいことしないよね。そうですね、うん、私聞きたいこと聞いて疑問に思ったら聞いて言いたいこと私も言ってるだけなんで、うん、そもそもだって今日何やるかも知らないで来てるので朝来てから何撮るのかなと思いながら全員だってもう俺がこの日のこの時間にやろうって集められて、はい、で俺が今日これやるからって勝手に言われてるわけなんで何するか全く知らないででも あの準備がゼロなんで、うん、言えば準備のいらない仕事で、うん、負担は何もないです。で俺に合わせておけばいいからね、はい、俺が思ってること喋るからね、はい、だから皆さん台本なんてないんですよ、うん、ね、そう見てください真っ白、うん、っていうことでよ、はい、今日何喋りますか。今日はですね、はい、なんでだろうです。なんでだろう、はあ、これはもうね、うん、俺がいつも疑問なんだけども、うん、新しく来た外国人選手、うん、新人選手にノルマ設定全く言わないの、うん、なんでなんだろう。あ、球団がですか。球団も監督もコーチも、はい、うん、じゃあ新外国人取ってきましたと、はい、先発ローテーション期待してますとか、はい、5番候補ですとか、うん、クリーンアップ期待してますとか、はい、って言うけどもメジャー通算何本ホームランとか、うん、マイナーでどうたらこうたらとか、はい、って言うじゃんね、うん、韓国リーグでどうたらこうたらみたいな、はい、言う割に打率は何割何分ホームラン何本ピッチャーだったら何勝防御率何点台って言わなくない。あんま言わないですね。なんで言わへんのやろ。だからよ、はい、見てる方からするとよ、はい、何に期待して取ってきてんだろうっていう。ノルマ設定が分かんないから、はい、この成績は成功なの、うん、不成功なのみたいな。だから高須さんが確か去年ヤクルト取ってきた時にオスナとサンタナに両方40発ホームラン期待してますって言ってた、はい、まあ、半分強ぐらいしか打ってないじゃんね、うん、はい、うん、そういうのがないのよ球団からの期待値。じゃあ広島がターリー投手取ってきましたけども勝利の方程式にはまるか期待してますって書いてるだけで、はい、どれぐらいを想像してんだろうねイメージ。あー、まあそうですね。だからロッテで言うとよ、うん、エチェバリア、はい、1億円、うん、守備うまいのはいいけど打つのはどれぐらい期待してんだろうっていう。あ、2割5分なのか2割8分なのか、うんうん、ホームランを何本なのか、うん、でチームは何を期待して取ってきてどれぐらいの数字を期待してるのかが、うん、いつも聞きたいと思うんだよ。やれるだけやってくれたらいいって思ってる。いやでもよ最初は活躍できると思って取ってきてるわけじゃんね、うん、でその活躍の期待値によって年俸って多分変わると思うんだよ、うんうん、だから要は4000万ぐらいで取ってきた選手にそんなホームラン40発期待してますってないかもわからないじゃんね。でも1億円とか取ってきてる選手にいやまあホームラン10発ぐらいの2割5分ぐらいでとは思わないじゃんね。ピッチャーとかでも2、3000万だとまあうまくいけばローテーションとか入ってくれればいいけどまあチャレンジ枠かなぐらいとかだったらいいけども1億円ぐらいする選手にまあ先発ローテーションまあ5、6番手で入ってもらってまあまあ8勝ぐらいしてくれたらいいかなって思わないじゃん。そうですね、まあ10勝は必ずしてもらいたいです。うん、だからその解説側からすると厳しいコメントも言うけど、はい、そもそも何にで、おととしのエスコバ、うん、ヤクルトの、はい、俺の想像より打ったから、うん、おまあまあと思ったけどそれでもクビになったのね、はい、何期待してたんやろうなと思って。あ、そういうことか、うん、だから、まあ、球団の期待以上ではなかったってことですよね。そうそう、キャンプ見た時に俺の期待値よりは、はい、おもっとできんかと思ったけど結構できてるやんと思ったけども、はい、それでも首切られたらどこまで期待してたのかなちょっと思って。あ、そっか、じゃあその指針というかそういうのを指標を言ってほしいんだよね。まあ、解説としたらその方がやりやすいですね、うん、で見てる方もやりやすくない、はい、うん、アメリカ通算何本とか、はい、そんなもん昔何本打ったとか関係ないのよ、ね、うん、リーグも違うければね、うん、メジャー通算10本みたいな、うん、6年シーズン戦って6年で10本すごいのみたいな、はい、とかもあるし、はい、2A で何本 2A がそもそもどうだみたいな。確かに外国人選手入ってくるときにじゃあ20本以上は打てると確信していますとか、うん、40本打ってほしいですとかだと、そうそう、あ、そういうぐらいの選手なんだって分かるじゃん。で、まあ、ピッチャーでも先発ローテーション入って、うん、まあ、10勝はもうマストで期待してますとか、うん、まあ、防御率、まあ、あの3点以内には抑えてくれると思うんでとか、うんうん、リリーフで、まあ、あの長次期待してますけど、うん、30ホールドぐらいは期待してますとか、はい、チームの勝ち負けにもよりますけども、うん、50試合登板を目標にやってもらいたいですとか、うん、あのセーブとかだったら、まあ、30セーブ以上は確実に上げてもらいたいですとか、
それぐらいの期待値で取ってきてますとか、で聞きたくない？あ、まあ、確かにその方が、まあ、見てて分かりやすいですね、うん、まあ、この選手ってこのぐらい期待されてたのにこのぐらいだったんだとか、うん、めちゃくちゃ期待以上の活躍できてるじゃんとかも分かりやすいですね。そうそう、分かるし、うん、この年俸で何を期待して、え、これでクビなの、え、そもそも最初から何期待してたみたいな、そこまでできるようにはキャンプ見た時思わんかったけどなっていうパターンもあるし、はい、そんなにできんかったけど俺の予想より頑張ってたけどクビなの、え、そもそも何期待してた、うん、そんなにバンバンホームラン打つタイプに見えるみたいなのもあるし、はい、うん、何を期待してるのか、特に新外国人選手に至っては球団発表か監督発表で聞きたいよね。だっていいから取ってきてるわけだから、 その想定はあるはずなんだよね。もしかしたらこう地元紙とかで記者さんに聞かれてポロッと言ってる、どのぐらい期待してますかって聞かれた時にポロッと言ったら地元紙とかで載ってるかもしれないですけどね。でも必ずしも言わなくてはいけないものではない。でもそうだったら今だったらネットニュースに載るから、地元紙だけで載ることないもんね。しかもあの SNS 上でも絶対入るから、はい、もう今ポロって言ったことが耳に入ってこないこと多分ないもんね。うーん、でしかも共同通信とかいたらそれも全国紙になるからね、はい、あ、そっか、うん、それなんでなんやるんだっていう。そうですね、確かに新外国人選手のどのぐらいの方なんだろうっていうのはパッと見てわからないですね、うん、アメリカとかので残した成績はわかるけども、で150キロを超えるストレートみたいなとか、うん、現場が何も言わないから、うん、それを全員分聞きたい。そうですね、もうその球団発表でもいいけど、うん、その取ってきたスカウトでもいいけど、はい、この選手は日本でこれだけ打てると思って取ってきてるんで、うん、もう期待としてはこれぐらいの数字を期待してますみたいな、はい、でもそれがこう一言コメントこういうところにも載ってたら、載ってたら、お、あ、それぐらいの選手なみたいな感じで、だから保険かけてんちゃうかみたいな、あ、ダメだった時に責任を被らないように、全然期待通りになってないじゃないですかって言われないように、そうとも全然ダメないから誰が取ってきたんやって言われないために、なんかぬるっと全員がしてんちゃうかっていう。楽天に入る2人もどのぐらいの選手なのかってアメリカの成績見たらパッと分かんないですもん、うん、どれぐらい期待してんのっていうチームは、はい、どれぐらいをできると思って取ってきてんのっていうのは本当知りたいなっていう、うん、それをなんで言わないのかな、自己保身しかも覚えた、それも聞かないからですかね、記者が聞いたら言ってくれんのかな、言ってくれるんじゃないですか、濁さないで、え、どれぐらい活躍できると思いますかとか、活躍してほしいという想定で、うん、取ってきてますかみたいな、何でしょうかっていう、うんうん、ホームランはどれぐらいの目安で見込んでますかっていう、うん、あ、聞いたら答えてくれるんじゃないですか、全国の記者さん、聞いてないから答えない説っていうのもあるんで、はい、これを機にキャンプもありますから、全国の記者、メディアの皆さん、監督、コーチ、球団代表、スカウトに質問を当ててですね、はい、聞いてるよっていう記者もいるかもしれないですよ、聞いてるけど答えてくれないんだよって可能性もありますからね、うん、聞いてるけど答えてくれないってなると、はい、それはなんでなんやっていうね、そうですね、自己保身なのかっていうね、はい、っていうのがね、はい、出てくるんでね、はい、まあ、そこら辺も含めてね、うん、皆さん、はい、取材キャンプ頑張ってください、よろしくお願いします、知りたいよ佐々木は、ファンの皆さんも知りたいですよね、うん。